はい、それではですね、河野デジタル大臣のお話に参りましょうか。出馬意欲、いや、28年前からずっとね、申し上げているところですと、まあ、とにかく閣議後のオンライン会見で総裁選出馬の意欲を問われたときに、28年前から申し上げているところだとはぐらかしたと。まあ、一方、岸田首相が在任中は、大臣としてこの職務をしっかり全うするということが現時点での最優先だとも語り、9月に想定される総裁選への出馬は明言しなかったということであります。で、合わせてですね、15番も参りたいと思います。出てまいりましたですよ、石破氏、自民、総裁選出馬へ調整ということで。まあ、総裁選候補に向けて調整していることが28日分かったと、複数の関係者が明らかにしたということですが、まあ、菅義偉前首相らの意向を探りつつ、まあ、最終判断すると見られるということです。山口さんね、河野大臣って、まあ、例えば今、岸田首相がね、言ってたように、大臣としての職務をしっかり全うしてほしいと、まあ、高市さんはセキュリティクリアランスをもう岸田政権の実績を積むという意味でしっかりと作り上げた、まあ、あとは今、運用をね、有識者会議、設置して進めてる。河野さんってやっぱりサイバーセキュリティ法ってどのぐらいできてるのかなと、もう中国が一番嫌がるサイバーセキュリティ法を河野さんはちゃんとやってくれるのかなっていう疑問点が一つと、あと石破さんについては、20人集まるんですかね。ちょっとその辺の2点もちょっと含めてコメントをいただけますか。私は河野太郎について言えばね、もう私とか長尾さんとかは、3年前の総裁選で、安倍元首相はね、河野太郎だけは総理にしちゃいけないという明確な意図を持って戦略を立てていたわけです。そしてそ合の言こ葉でとを、したからね、本当もうに。合言葉でした。合言葉でしたから。それはね、高市さんを、まあ、決選投票までは、安倍さんは、まあ、まだ114票というね、大変立派な得票を得た、これも安倍さんの後押しによって、これは決して、まあ、高市さんが当て馬だったわけじゃないですけれども、何しろ、すべての戦略は、河野太郎を総理総裁にしてはいけない、それは第二次安倍政権下で防衛大臣、外務大臣を任せた結果、リーダーとして不適格だと。これは中国との関係もそう。それから人柄、それからリーダー、指導者、リーダーとしての立ち居振る舞い、立場の弱い役人を呼びつけて怒鳴り散らす、それから突然方針を何の根回しもなく変更する。これをね、菅さんが突破力と言うんだったら、これ頭のおかしい人全員突破力あるってことになっちゃうんですよ。ここね、僕強くね、これメンバーのとこだから、あえて、強い言葉で言いますけれども、今ね、河野太郎が出馬するかどうか、まず一義的には、彼は麻生派ですから、麻生派の麻生さんにお伺いを立てるわけですね。前回出た時も麻生さんにお伺いを立てて、まだ早いと言われたけど、強硬に出馬したわけです。で、それから今、前回、3年前の総裁選で河野太郎を表立って応援したのは菅さんだったんですね。でも、あの時安倍さん生きてた。安倍晋三の盟友と言われた麻生太郎と菅義偉が、安倍さんが死んだ後、河野太郎を総理総裁に担ぐのであれば、これはもう僕は二度と安倍さんの盟友だった、あるいはいうことを認めませんよ。麻生と菅が河野太郎をやるのであれば、安倍さんの意思を踏みにじってるってことです。これはね、もう強く申し上げたいし、これはもうずっと僕秋まで言い続けようと思ってます。もう同感です。まあ、それからね、もう一つ河野太郎について言えば、防衛大臣の時、イージス・アショア、勝手に辞めたんですよ、あれ。それから、じゃあ、マイナンバー、あれ、めちゃくちゃに問題を起こした時の担当大臣でしょ？それから、デジタル庁だって、もう、いろいろわけわかんないことが起きてる。それから、彼が再エネ利権と中国の企業を、結果として優遇している形になっている。大臣としてこれ不適切なことをたくさんやってきている。どの面下げて総理総裁を目指すというのかね。究極の厚顔無恥ですよ。河野太郎なんて。絶対に総理にしちゃいけない。と、
私は強く思います。長尾さんの思いも含めて私が代弁しました。いや、今言いかけちゃったんでね、私もちょっと実感が1個だけあって、まあ、いっぱいありますけど、はい、言えるのは1個だけあって、河野さんが自民党内の行政改革推進本部長をやっていたときに、はいはい、外務省の在外公館がちょっと規模がでかすぎるからもっと縮小しろと、で新しいミニマム公館っていう概念を作って、これでやるっつって、まあ役職を終わったんですね。そしたら河野さん外務大臣になった途端、ちょうど私が外交部会長代理を仰せつかっていたときに、いきなり会議室に来てですね、ミニマム交換の件ですが、私が外務大臣になって、あれは撤回します、やめます、あれは間違いでしたって、急に自分が党本部で本部長でやるって言ったことを外務大臣になってからそれを帳消しにしたっていうようなことがあって、あの時のそのてんてこまえをね、ちょっと山口さんの話を聞いて思い出しました。彼はね、党とそれから行革担当大臣っていうのもやったんですね。もう今もそうですね、今前もそうですね、前ね、で前の時僕ね、河野太郎に呼ばれてある案件で説明に行ったことありますよ。はあ、ただね、それは彼は自分のやりたいことっていうのはまずあって、それを補強するためだけに呼ばれたってことは言って話聞いてすぐ分かりました。何かニュートラルにものを見るってこと全くないんですね。もともと革新的な、もう共産主義者と一緒なんですよ。これをやると決めたらそのためにあらゆる条件を自分に有利になるようにマニピュレートする、もうね、まあ、言語道断です、うん、まあ、多分安倍元総理もそれを見抜いて、おられたということですね、はい、だって防衛大臣してあまりにダメ で防衛大臣外務大臣として失格、うん、しかもリーダーとしてふさわしくないという、これね回復のしようがないんですよ。もう人格能力の問題だから、うんうん、でもう一つ言えば安倍さんが最も軽蔑しバカにしていたのが石破茂ですね。それで、長尾さんの質問に戻れば、はい、派閥はダメだと言っておきながら自分で無派閥連絡会という派閥を作った、はい、もうこの段階で人間のクズですね、はい、もう意味わかんないんだ。でもそれを水月会とかなんとか言って派閥にしてみたけど、あまりにリーダーシップがなくて一人抜け二人抜け、今空中分解しちゃったじゃないですか。あ、これがね、僕ポスト岸田とかもうポスト安倍とか要するに次の総理っていう時に各所調査で1位になる、これ自民党内で石破さんを応援するっていう人僕一人も知らないですよ、正直ほとんどいないですよね。ただね、不思議にね、その集めたその勉強会のね出席者見るとね、意外とこう元派閥横断でね、バランスよく出席者がいるんで、あれは一体何なんだろうと思って、それね、やっぱりどこで石破さんもしかしたらもしかするかもしれないみたいな、そんな気持ちがあって不安だから保険かけに行ってんのかなと、そんなこと考えちゃうんですが、まあ、僕はちょっとそういうことは考えませんけどね。あれはね、もう実はからくりがあって、石破を担ごうと思ってる人が、はい、まあ正直バランス取ってその石破陣営に入れ、うん、指示によって動いてるんですよ。やっぱりね、これの代表がまあ正直言うと菅さんなんですね、それから非主流派、石破っていうのは政権批判させたら日本一ですから、自民党の中にいて後ろから弾打つの得意ですからね。後ろから弾打つ、前から蓮舫、後ろから石破って何回もあったじゃないですか今政権がね苦しい時になると、例えば総理官邸に行って早々分離って麻生さんに言ったのは石破でしたね、うん、もうそれから例えば名出し用の時とかもう、はい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 、身内を裏切らしたら日本一ですから。でもこの人にそのなんかポスト岸田とか言って票を寄せてる人自体も僕はもうどうかしてると思いますよ。そうですね、はい、もうもうソドム、はいはい、で党の岸田首相ですが16番と17番いきましょうか、はい、まあなんかね、
まあ、総裁選について質問があったけれども、今は先送りできない課題に取り組むことに尽きると強調した、まあ、その割には、憲法改正も、皇室の有識者会議も国会当日ですね、まあ、憲法審査会も閉会中審査が始まる雰囲気もありませんし、北朝鮮問題どうなったのかなとか思ったりなんかして、まあ、本当に取り組んでくださるなら国会閉会しなくてもよかったんじゃないかなと思ったりなんかする中で、17番これはね、やっぱりもう党内横断的なグループ会合に相次いで出席をされていらっしゃるということです。まあ、ストーブリーグというか、いよいよ総裁選が9月に、控えている中でですね、かつての岸田派に加えて新たな足場獲得を目指す対応を見せている。出馬の意欲を表明する例も増え、例えも増え、ポスト岸田候補の動向も一段と活発化しているということです。まあ、岸田さんとしてはやっぱりこういう動きを取るのが普通な感じなんでしょうか、山口さん。まずね、僕逆に長尾さんにお伺いしたいのは、今国会を延長しなかったということについてね、はい、自民党内では岸田は何か説明したんですか、何かどういう論理でね、今回全く延長しないで会期通りに閉じた、6月23日に閉じた、これ例えば憲法改正真剣にやりますと言っていたら延長するじゃないですか。はい、そうですね、これなんか自民党内ではね、岸田の弁明みたいのが届いてるんですか。ね、若手中堅で確かちょっと、会の名前忘れましたけど、やっぱり国会を延長するべきだっていう提言はどっか出してましたよね。出してました。だからそれ僕は非常に筋が通ってると思ってた。老練な寝技が得意な先生方のクラスはもうそんな声があるというようなことは聞いていませんし、まあ、そもそもちょっと僕も内部にいないんで分かりませんけども、まあ、意外とこう普通に、特に衆議院議員なんていうのはこの厳しい中、もう地元に帰って祭りのことで頭がいっぱいなんでね、有権者対策、うん、地元対策で、まあちょっと嫌な言い方すると、国会が延長されなくてよかったなぐらいのことを思ってる議員もそれ言っていると思いますよ。議員の本質ってそんな部分があるんで、はい、そこはやっぱり見てちょっとずれちゃってますよね。そんな感じですかね。ただね、私はね、うん、その憲法改正に本気なんだと、9月の総裁任期中に憲法改正を実現するって言ったのが総理総裁たる岸田文雄ですよ。そうです、ね、それは自民党はね、要するに国会が開会しているというのは全ての衆議院議員にとって単なるリスク要因なわけですよね、うん、それはまあ簡単に言えば総理がいつでも解散できちゃうというのもあるし、今自民党の大逆風の中で国会審議でね、例えば閣僚がミス答弁ミスったりすればさらに自民党支持率は下がるよねと、まあ、国会できるだけ早く閉じてほしいというのが自民党の議員の願いであることは私は重々知ってますけど、だったら憲法改正をね、9月の総裁任期までに実現するなんていうやる気がないから閉じたんだったら、そもそも嘘ついたってことじゃないですか、はい、いや全くおっしゃる通りだと思います、はい、それなのに岸田政権はね、憲法改正に本気なんだから支えなきゃいけないって言ってた人はね、うん、たくさんいましたよ、保守系の中 で、うん、そうですね、この人たちはまずね、自分たちの言ったことが間違いだったということを認めない限りもう一切信用できないですよね。まあ、そもそも信用してませんけど、私は。誰とは言わないけど。まあ、一旦閉じちゃうとね、また今度始めたときに、またゼロからですんでね。そうなんです。いわゆる国会の空気感としてね。はい。まあ、閉会直前っていうのが一番こういろんな盛り上がりがあるんだから、閉じちゃうと、またストーンとこうテンションが下がりますんでね。これね、やっぱり、ね、長尾さん、国会議員としてそのいわゆる国会議事堂の中の空気感って非常に重要なんですよね。やっぱり、ね、はい、国会開会してすぐはみんなだれてるんですよ、まだあと200日もあるよねということでね、だけど、はいはい、閉じ際にみんな緊張を持って国対も議連も各委員会も動くわけじゃないですか。そうです、そうです。それをね、閉じといて憲法審査会の閉中審査が行われるから、うん、岸田さんはまだやる気なんだとかいう、もう詐欺にもなってないことを言ってるバカな、これ評論とも言わない人はね、その
もう政治を語る資格がないですね。もういや実際その閉会中審査もね、立憲と共産党が反対してね、開けてなくて、もうあの中谷源さんがもうあのやきむきされてらっしゃいますけど、でもまあああいう姿は想像できちゃいますよね。当時立憲と共産がね、じゃあ賛成に回ると思ってたのかよってことですよ。岸田文雄と賛成、あの岸田擁護派はね、立憲と共産もてこでも動かない上で、それでも総裁任期中にやると言うんだったら、これ国会を延長した上で出てこないなら強行で開催すると言ってね。ああ、そうですね。かつての小玉ごとがやったように、もう野党同活して、もう国会のルールを変えるっていうところまでやって、初めて本物ですね。閉じといてね、まだこれで頑張る、まあまあ国民を騙すのも大概のせいやってことですよ。岸田さんがね、あの総理総裁として、うん、もうあの数で、あの閉会中審査とにかく押し切れと言ってくれるんだったらね、うん、まあまあまたあのいいと思うんですけどね、その気配もちょっと ありませんのでね、さあ一方のですね、あの我らがあの高市大臣、18番、はい、門田隆昌さんの、ポストですけれども、まあ、09選挙の時に181議席を失って、わずか119議席になった、もう半分以下、自民党議員には自分のバッジを維持してくれる顔は誰か、つまりこれ総裁、衆議院総選挙に向けて、まあ、選挙は誰の顔でやるべきかっていう、そういう意味のことですね。よくよく考えて行動するようお勧めする。7月16日には東京で高市さんとのダブル講演会、なぜ国政選6戦連勝を果たした保守岩盤層がこの旧国の政治家を推すのか、その目で確かめてくださいということで、スタッフさんありがとうございます。実は昨日ちょっと打ち合わせを終わってきたんですけれども、7月16日にですね、あの東京の方、あのシビックホールで1800人 の、 あの会場を用意してますんで、ぜひ皆さん、ご来場いただきたいと、ご案内させていただきます。山口さん、これやっぱり最近こう世論調査なんかでも、あの上川さんの名前があのちょっとあの出てこなくなり、高橋さんのお名前が出てくるようになったのは、これはあのいいふうに捉えていると同時に、やっぱり上川さんの名前はなんか意図的に出されていたっていうことの証拠なのかななんてことを思っちゃいましたから、いかがでしょうかね、この辺。まあ、その上川陽子なるね、そのいわゆる宏池会のよくわからないおばさんが急にポスト岸田で名前が上がった理由を考えなきゃいけないんですよ、逆に。はいはい。ただあまりに答弁がひどい。で、その上川陽子がまず答弁がひどいだけではなくて、大臣としてももう極めて無能なんだってことを記録してくれたのは、実は松原仁さんをはじめとする、まあ、野党側の国会質問だったんですよね。はい。そうすると、あれがもしないとしたら、上川陽子さんは素晴らしいとか言っていた、これまた保守評論家がいたじゃないですか。はい。もっと言えば、例えば麻生さんも顔はまずいが、はい、大したもんだとか言って持ち上げたわけですね。はい。じゃあこの人たちどういう勢力なのと。上川陽子という人はマックス・ボーカスというね、国際金融資本のゴンゲと言われた民主党の特殊な議員のインターンをしてた人ですから、はい、そういうネットワークもあって岸田はバイデンに言われて林芳正を外務大臣を更迭して上川陽子を抜擢したわけですね。その上川陽子をことさらに持ち上げた人たちというのは、実はアメリカ民主党とバイデンとエマニュエル大使の、まあ、パペットというかね、そのアメリカに隷従している岸田政権を生き写しにしたような政治家とジャーナリストと、それから、キャリア官僚たちなんです。でも、あまりに無能だから良かったですね。この人が、うかつに優秀だったら、あ、いいじゃんってなってたから。高市さん、まあ、今まだ現職の大臣ですんでね。
まあ、一時あの7月に内閣改造をやるんじゃないかっていう話も、まあ、一瞬、まあ、どっかの誰かが漏らしたっていう、話もありましたけども、はい、これ総裁選が9月ってことになると、まあ、一般に、まあ、昨日今日かあの霞が関の事務次官クラス の, あの人事が発表になりました、はい、まあ、あの視聴者の皆さん大体今ぐらいから7月の上旬にかけて霞が関の人事官が変わって、で8月に、まあ、あの最近のローテーションでいくと8月に内閣改造ということなんですが、これ内閣改造はやっぱり岸田さん側からすると、例えば、茂木さんに対して、あるいは高市さんに対して、できるだけ動きが取れない幹事長あるいは大臣というポストでくくりつけていくっていうことを考えておられるのかなと思うんですが、その辺はどうでしょうね。そもそもね、岸田文雄という人は、北朝鮮を電撃訪朝して解散を打つんだという野望を捨ててないと私は確信している前提で、前提で申し上げると、はいはい、内閣改造の意図というのは、もし電撃訪朝ができない、はい、だから電撃訪朝して解散、だ解散ができない時の代理手段としての内閣改造だということになるわけですね。なるほど、はい、そうすると、岸田の頭にあることはもう2つしかないんですね。1つは、はい、今その大臣町ポストにいる旧派閥の、まあ、適齢者っていうね、僕ら、まあ、長尾さんとか永田町でいう、まあ、次そろそろね副大臣もやったし大臣そろそろだなという待機組を大臣に登用することで総裁選の塊としてのモメンタムを生もうとするっていうのはまず第一ですよね、はい、でもう一つはまさに長尾さんがおっしゃったように自分を倒しに来る人を閣僚あるいは党の役員特に幹事長として登用すれば、石原伸晃が幹事長に登用してもらったのに谷垣さんに幹事長に登用してもらったのに出馬して明智光秀と麻生さんに言われてその後落選しても政界引退しましたね、はい、だから幹事長にしといたら岸田が出る以上その人は出られないというのがもうあれ以降、まあ、その前からある種の暗黙のルールだったわけですよ、はいはい、そうすると例えば茂木と岸田めちゃめちゃ仲悪いけど茂木を続投させとけば今麻生さんと菅さんがそれぞれに岸田おろしに動いてる中で、はい、茂木を幹事長に続投させることは出馬しにくくなるという効果がある。それから河野太郎や高市早苗さんのような人も閣僚として続投させれば出馬しにくくなるという効果は当然狙ってくるんでしょうね。もう要するに岸田文雄という人の我欲だけで行われるのがもし行われるとすれば内閣改造だし、あるいは電撃訪朝の後の解散総選挙、もう自分さえ良ければいい岸田文雄の本質がどのシナリオだろうと露骨に出てきているという、まあ、そういうことです。